パーティーゲームがお送りするアルケミックダンジョンズデラックスのプレイ動画続きです。さて前回のパートからまたちょっと日を改めてしまったんですが、さあいよいよですよ、無限回廊の今92階です。完全制覇がもう目の前に来てます。おそらく盤石な体制であるはずです。うん、はい。そしてまあ、残り7回か8回かぐらいだと思うので、まあおそらく今回が最終回になるでしょう。うん、長らく来た旅路もね、ここでいよいよ終わりを迎えようとしております。まあ考えてみれば結局ね、今回1回で1回の挑戦でここまでね来れたということで、まあそのまあプレイしながらね改めて考えてみると、やっぱり危ないのって最初なんですよね。まだまだそのアイテムが揃いきってない状態で、果たしてそのね、序盤の時点で結構もう難しいんです、やっぱり無限回路って。その状況をどう乗り越えていくかっていうところ、まあそうなってくるとやっぱり多少の運が必要になってくるわけですよね。どういうアイテム素材が出てきて、どうやって作って、どう乗り越えていくかっていうところですよね。そこがまあまあとてもやっぱり重要になってくるということになるわけです。まあそこへ行くとですね、今回まあ私は力マス作りますね、これ。まあ、こういった薬類はもちろんなんですけども、やっぱりその、悪魔の木がね、結構たくさん出たっていうのは、ものすごくありがたかった。で、プラス、まあ、早め早めでね、レベルアップの薬を使って、めんどくさいな。一回部屋出ようか。めんどくさいから全員やって、相手にしようか、もう。あ、間違えた。今、C の図で0回のやつを使おうとしましたけども、あれはね、意味がないんですね。はい。静寂の使い方は C の杖をこんな風に使うことないですからね、普通は。多分。はい。何を言ったんだっけ？まあ、そう、やっぱり相手部分にね、恵まれた部分も、まあ、絶対あったと思います。賢者の石を作るためのね、エリクサーも、結局全部で4個出たのか。4個出て、全部賢者の石にしたんですけど、4つのうち2つを無駄にしたと。まあ、だから、実質2回やられてるんですよね、実は。だけど、まあ、そういったアイテムのおかげで助かってると。まあ、それもやっぱり、運に恵まれてる部分はあったわけですよね。エリクサーは1個も出ない可能性だってあったわけですから、そのことを考えるとね、やっぱり、そう、ここまでそういう風な流れが作れたのは、やっぱり大きかったと思います。あとは、ま、装備類ですよね。ミスリル系をほとんど揃えることができて、あとやっぱり状態異常への対策ですよね。状態異常への対策を、とにかく完璧にしたっていうのも大きいです。やっぱりそこをね、全く気にしなくて良くなった途端、ガクンとレベルが下がるというかね。まあ、今言い方悪かったかな、今ちょっと。まあでもレベル下がりますよね。だって、やっぱりフライの時点ってさ、まあ、今はもう本当にダメージに怯えてますけども、一番本来怖いのってやっぱ状態異常なんですよね。普段だったら平気だった敵もね、状態異常にひとたびかかるともう、やばいみたいな話になる。麻痺させられてボコボコにさせられたりね、混乱で思う通りに動けないとかね、まああったりもすると。で、当然のことながらそれを直すための手段とかも必要になってくる。となると、やっぱり結構ね、対策って手間がかかるもので。など考えますと、やっぱりね、今、状態異常を完全に、無効化できてるっていうのは、やっぱり強いと思います。はい。ふぅ、怖い怖い。
すごいダメージなんだろうな今も。はいはいはい。まあね、最後の最後までちゃんとねレベル上げはしっかり怠らないように。おきんぐりこわれたね。そうだな、どうするかですよね、このタイミングで。あぶな、びっくりした。パワープロマセキ前回ね1個作りましたけども、なんならもう1個あってもいいかなと思ったりはちょっとしてる。まあこれも繰り返しの話になってしまいますけども、本当にそのラスボス的なものがいたとして、まあそいつにまず間違いなく火の杖は、まあ、効くはずがないと思うんですよね。でそうなってくるとやっぱり義品の能力を高めてガチンコ勝負ということになってくると思うんですよ、おそらく。そうなってくるとやっぱり義品を強化できるアイテム、瞬間的にね、義品を強化できるアイテムというのがまあ、とても重要になってくるのではないかと思うんですね。それが、まあちょっと、気になるところでね。まあ、万全の対策をしすぎてなんかコロッと倒せてしまいそうな予感もあるし、案外やばいやつが出てくるかもしんないし、もうわかんないですよね、それも。満腹度に関してもおそらくもうそんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと思っていますが、オッケーたまには火の杖を使わずにね倒さないとね。こいつは嫌だけどあっ、危ねえ。あ、こいつも体力多いからこれでいいや。一回上上がりましょうか。はい、95回。あ、びっくりした。マタリアルイーター。はーい。さらに力を、武器を強くしていきますよ。プラス18。これ、その気になりゃ、プラス99の武器作れるんでしょうね。この道中内にね。そういう楽しみ方もありですよね。やっていいんじゃない ?OK。いやじゃなくて、ね、やりでよかったですね。ね。ちゃんとレベル上げを最後の最後までね、怠らずに行きましょう。なんかさ、もうね、ここまで来るとさっさと上がりたい気持ちもありますけども。やっぱりレベル99にしてみたい。果たして99がね、最大なのかどうかというのも、ちょっと見てみたいですしね。OK。と、こっちか。おーっといー、マナストーン壊れた。まあいいや。何やろ。はい、レベル96になったとこで、あって、おー、実際ところねー。よいしょ。OK。実際で多分体力はそんなにね、多くない方だと思うんですよ。多分ね。さあてどうかね、緊張はしてきたね。でもなんだかんだで、はいはい、いやいやいや、いいのや意味ないのだよ、もう。はい、あ、そういえばさっきあれだね、金の銀をチェック、さっき出たのに見逃してたね。また最後の最後で出たね、いいのが。これ、鱗もね、装備アイテムなんですよ。はい。防御プラス4と、
65% の確率で状態上無効化。これはこれでなかなかね、優秀。で、これをですね、マナソーで水の回せにすると、装備してるすべての防具をプラス1。あと、エンチャントで何だったかな。こうエンチャントもね、なかなかに優秀だった記憶はありますけども。まあいいや。今となっては魔石にしてしまった方がいいみたいな感じだと思うんでね。はい。これで防御はプラス3されたことになるのかな。はい。まあ、なんだかんだでね、防御力も、割と、悪くない感じになってきたんじゃないかと思うんですけどね。それでも甘いのかな。よいしょ。え？ああ、失礼。火の杖が空振り。よいしょ。はいはいはい。おう、怖っ。やっとするね、デスサイズだけは。ああ、こいつも怖いけどね。こいつも多分クリティカル出したら、サムライキはね、クリティカル率が高いキャラなんですけども、多分 1.5 倍ぐらいのダメージになるので、多分一発でやられる。と思います。レベル上がらんかな？上がったね。ちょっと敵を多めに倒したいかな。できるだけね、ちょっと経験値をもらえるもんならもらっとこうかなという感じですね。ただあんまりやみくもにあちこち歩いても、今度は、あおうパスで300ということは、ね。わかりますね。やられますよね。はい。はい、97回。レッドドラゴン。こんなんもうまともには相手にしちゃいけないよな、もう。いった。風の魔石に来て、はい、デミプラス3。まあ今となってはって感じもするけどね。まあ、それでもこんな強さですからね。しかもお忘れかと思いますけど、必中ですからね、私の弓は。今となってはって感じもしますけどね。一球があってもねえ、みたいな感じ。よ。火の手の回数がもう残りわずかですね。よし。ここで、両手の魔石を一個使います。すると、あっという間に、火の杖が回復。気にしない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 、へへへ、ちなみに、ああちょっとね、一回やってみようかなと思って、いわゆる素材を出してくれるものに対して火の杖使っても特に意味はないみたいですね。はい。ああ、ここに来てエリクサー出た。いや、それはもちろん3個目。これでさらに盤石の体勢となりましたよ。1個無敵の杖にしてみてもいいけどね。いっそどうなんだろう。あ、待って、まあ、わからん、まあ、どっちなんだろうな、そういうそこは。
ちょっとこう、なんとも判断しがたいところですね。ダメージが0になるって、でもやっぱ強いですよ。確か30ターンの間だったと思いますけどね。はい、レベル上げましたよ、98。作ってみようか、敵の杖。はい、これにできましたね。30ターンの間無敵。無敵っていうのはあくまでダメージが無敵になるわけだって、状態上は無効化できません、この無敵の杖の効果でもね、はい、ただ、私の場合は今はもう状態上そのものがもう受け付けない状態なので、そう、もう本当にもう実本当の無敵になってるってことになりますね、これで。はい、98回。おー、びっくりした。今炎ってどれぐらいくらい？あー、なんだかんだまあまあ食らうね。あー、外国人はもういらないですね。アサヒといっての火の杖。ひでえ。これレベル99にしたいですね。デスサイズ。デスサイズをデス。よいしょ。もう火の杖ももうここまで来たらこんなにたくさんの本数いらないだろうから、一本投げ捨ててもいいよ、なんなら。なんて贅沢な話。例えばね、杖自体は投げて使ったことないですけども、杖使用回数が0回になったものを投げて当ててもね、杖を振った時と同じ効果が得られます。はい、これ重要なポイントなんでね。はい、レベルアップしました。あ、うん、右、経験値のところが0になりましたので、完走です。レベル99で、はい、これ以上はレベルが上がりませんということになります。おー、レベル完走目の当たりにしましたね。この場合経験値じゃもう入んないのかな、単純に。あ、本当だ。もう経験値一切手に入らない。なるほどね。わかりました、わかりました。そうか、ここまで来ちゃったか。最後の準備をちょっとしよう。ちょっとせっかくなんでね、炎の魔石を作っておきたい。もしかしたらね、レベル6のダンジョンのラスボスである錬金術師がですね、結構敵を呼び出したりっていう行動をすることもあったりしたので、敵が例えば一気にワンスが増えたりしたときにちょっとめんどくさいことになると、そのままだとね。だから炎の魔石を2個ぐらい作っておくと、いいんじゃないかなっていうのをちょっと今思いました。火の杖はもう一歩捨てる。もうそんなにいらん。多分ね、こんな感じで行ってみてどうかなという。弱体化の魔石は意味ないだろうしな。はい、はい、99回です。まだ普通に続きますね。100回でボスなのか、それとも実はボスなしで終わりなのかもしんない。
そうなりますと、もう、敵倒す意味ないので、俺は。テレポートの薬を作って、地図の魔石で、はい、これでもうね、階段の場所をね、はっきりさせて、さっさと階段のところまで行きましょう。よいしょ。最後の最後でね、さらに必要なアイテムが手に入る可能性もゼロではないですけど、もうそこまでいいや、見なくても。はい、なんかこのままクリアな予感もするね。万が一の時のためのテレポートの薬も今日作っておきます。ここまで万全に対処して何もなさそうな予感がするな。はい、進みます。お、なんだ、握り寿司を手に入れた。なぜ握り寿司ということはボスはなしかな、これ。はい。なんだ。ボスはいませんでした。これちなみに1個今下にね、3回でやられてるデータあります。これは私がプライベートで挑戦して、ボロク、ね、序盤でボロクソにやられたデータなんですけども。そう、普通こんなもんなんですよ。序盤でコロッとやられるのが当たり前だったんですけども、今回本当に一発で、ね、スイッといけました。記録は7時間42分24秒。まあ、途中ちょっとね、電話がかかってきたなどの理由で、止めてたこともあるので、多分まあ実質7時間ぐらいで、クリアしたかなと思います。なんか特別な演出もあるわけではなく、本当にただ単に追加された長ったらしいダンジョンってだけだったんですね。なんかもうちょっと欲しかったね。これなんかでも握り寿司は、あるんでしょうね。この方が作った、このゲーム、ね、ほとんど一人で作ったゲームだという話をしましたけど、このクリエイターさん自体はですね、このアルケミックダンジョンズよりも前にですね、何作品か、展開したことが確かあったと思います。多分それにちなんだ、アイテムだったんですよね、握り寿司。100回潜った先に握り寿司って、なんだろうね。なんか変な感じがしますけども。もうちょっとなんかでも欲しかったね。7時間もプレイしてさ、手に入って握り寿司手に入っておしまいですって言うのはちょっとなんか寂しい気もする。あとは本当にその、さっきもちらっと言いましたけど、やっぱりその、戦力が整うまでが大変なわけだって、戦力が整ってしまったら今回みたいにね、もう、まあ、最終的には、もう火の杖で無双すればいいじゃんみたいなことになっちゃう。要は火の杖たくさん作って、重点の魔石たくさん作って、ボッコボコにすればいいわけでしょ。要は、あとはまあ火というなら魔力を上げるとかね。攻撃とか全然意味ねえじゃんと思うかもしれないけど、でもそこに至るまでにね、やっぱりその、いろんな敵と戦ったり、アイテムね、集まるまで粘らなきゃいけないわけですから、やっぱりちゃんと能力を上げなきゃいけない。でも最終的には火の杖無双になるっていうね。ゲームバランス的にはまあ、こうなるよなーっていう気はする。いわゆる、不思議のダンジョンシリーズみたいですね。いろんな制約があって、その中でプレイするという感じじゃなくて、このゲームは制約とか設けてない、ゲームなんだよね。まあでも私としては、なんかこう、変に制約を設けられたダンジョン、まあ、特にね、フライの資源でとかで隠しダンジョンとしてね、登場するようなダンジョンっていう、ちょっと、なんだろう、露骨すぎて、あんまり好きじゃないとこがあったりもします。やりすぎるとね。こう。だったら、あくまで同じ条件下の上でもっと強い敵が出たりするのが、まあ、素直で楽しめるのかなと。なんていうのかな。変な条件つけられたら、まあ、それに基づいて行動することが、まあ多分ね、ローグライクゲームの楽しみなんでしょうけど。まあ多分私自身がローグライク、あんまりまだね、適正レベルが低いのかなと思ったりしますけどね。
私はこれぐらいが本当ちょうどいいです。本当に。だからそういう意味ではこのアルケミックダンジョンズデラックス、ちなみに800円という値段です。3DS 版は500円です。うん。まあ、どちらにしても安いです。何安い値段で買わせてもらってね。で、こんなにどっぷり楽しませてもらいました。実況プレイとしてもですね、結構長いことを撮らせていただきまして、今回ね、まあ、Nintendo Switch の実況を始めて2年、2周年だったということで、この無限回路に挑戦したわけですけども、うん。まあ、ちょっとね、最後はちょっと中だるみ気味な部分もあったりしつつ、でも、最後まで楽しめました。はい。こんだけ遊べりゃ十分でしょう。ね。なんか個人的にアルケミックダンジョンズ2とか出てくんないかなって割と真面目に思ってますけど、どうでしょうかね。うちは言うなって感じですかね。一人で作ってんだから。はい。この方の作品、これからの作品もね、期待したいなと思っておりますので。はい。まあ本当にね、今回の無限回路に関しては、まあこういう感じでしたけども、まあ実際ね、本当にレベル6のダンジョンとかでも十分歯応えがあるゲームですので、本当にね、ログライクお好きな方は損しないと思います。うん、ぜひ、挑戦してみてほしいなと思っております。はい。ということで、本当に今回でおしまいです。アルケミックダンジョンズの、アルケミックダンジョンズデラックスのプレイ動画。はい。ね、長らくお送りしてきました。ね、初めてお送りしたときと、1周年でお送りしたときとで、足せばね、20数パートぐらいになってんのかな。もっといってるかな。はい。長らくご視聴いただきましてありがとうございました。うん、そして私も本当に長らく楽しませてもらってありがとうございました。うん。ログライクというとね、フレンド支援5プラスとかも今配信されてたりするので、出しちゃうかなとか思ったりもしますけども、まあ、機会があれば、いつか、やるかな、やるかもね。ということで、はい。あまり期待せずに待っててください。それでは、また別のプレイ動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。